のっちゃん。今度こそ認めさせてやるってばさ。よくも少ない時間でそこまでできたな。父ちゃんとは違うんだよ、才能が。確かにお前はナルトとは違うようだ。そう思いたくはなかったが。で、どうなんだよ。いいだろう、弟子にしてやる。で、何すんだってばさ。まずはお前の実力を測る。え？でもこの前もやったじゃん。あの時のあれが全力だというのか？全然ちげえし、あの時は本気なんか出してねえし。だからだ、お前の本当の力を見せてみろ。わかったよ。前の俺と今の俺が全然違うこと教えてやる。変わった俺の実力を見せてやる。やってやる。生まれ変わった。俺は本当の力を見せろと言った。だがこれがお前の答えってことだな。
どういうことだってばさ。なんだよ。一つ尋ねる。お前はなぜ俺への弟子入りを求めた。なぜって、そりゃ父ちゃんの弱点を教えてもらって、そんで父ちゃんに勝ちてえからだ。うすらトンカチが。うすら何。いいだろう、望み通り、これから修行を始める。よっしゃ。ボルト、遅いね。あいつ、今日が中任試験だってことまさか忘れてんじゃないでしょうね。さすがにそれはありえねえってばさ。あんた、また遅刻。悪い悪い、思った以上に修行が長引いちまってさ。そうや、あんた、パパに弟子入りしたらしいじゃない。どうなのよ、その成果は。ま、それは見てのお楽しみってことで。随分と自信があるようね。じゃあその修行成果を示すためにもさっさと筆記試験をクリアしなきゃね。え、筆記試験ってなんだよ。なの一言も聞いてねえぞ。あるから、書いてあるから、中任試験の注意書きに。嘘だろ、修行ばかりやってたから筆記試験の対策なんて立ててねえってばさ。噂によると筆記試験は任界の歴史が出題されるらしいね。まだ開始まで時間もあるし、復習したらどうかな。つうか、普段から任界の歴史くらい頭に入れときなさいよね。むむむ。ほら行くよ、木陰の屋敷の前で木の葉丸先生が待ってる。それでは、これより中任試験、第一次試験を始めます。下任の皆さんには、10個の問題を出題します。皆さんは、これだと思う正解を選択していってください。すべての問題をクリアすれば、一次試験合格です。よし、やってやる。それでは、第一次試験、開始。確かこの答えは、これは簡単だってばさ。の問題かよ。この問題、歴史の問題じゃねえぞ。よっしゃ、俺にかかれば楽勝だってばさ。よくやったぞ、お前たち。筆記試験くらいわけないってばさ。よしよし、そのい、さて
次は二次試験だが、実は開始まで時間がある。じゃあ少し休憩できるんですね。休憩でも次の準備でもよし。とにかく試験に挑む覚悟が固まったら俺に声をかけろ。はい。そろそろ二次試験後は固まったか。お前たちならできた。精一杯やってこい。中二試験、第二次試験は旗取り。この葉隠れの里全域を使って各所に設置された旗を集める試験よ。制限時間内に規定数集められれば合格、集められなければ不合格。それじゃあ開始。ガンガン集めるってばさ。この旗を回収していけばいいんだな。分かってると思うけど時間が勝負よ、この二次試験。そういえばゴールデンフラッグというものがあるらしいね。うん、手に入ればかなりの加点がされるらしいけど、そっちに気を散らしすぎて結局手に入らなかったらただの時間の無駄だし、だから基本は普通のやつを集めることに集中して余裕があればそれも狙うっていきましょう。だね。ゴールデンフラッグ設置。いい？ゴールデンフラッグの出現は制限時間ありよ。制限時間をオーバーすると消えちゃうから注意しなさい。ちなみにゴールデンフラッグの配置場所については4つのヒントを渡すわ。その4つのヒントをもとに素早くフラッグを手に入れなさい。みつき、こっちはどうだ？まあまあかな。そっちは？ばっちり順調。さすがはボルトだね。次のおかげはやっぱり君が。おかげになるのは私。サラダ、こんな時でもツッコミありがとう。ゴールデンフラッグのありかを示すヒントを送るわよ。よっしゃ、やったぜ。順調順調。設置したわ。ゴールデンフラッグのありかを示すヒントを送るわよ。まだまだ集めるってばさ。ヒントをもとに迅速にフラッグを手に入れてみなさい。ヒントを送るわね。ただ
んとやってるか？やってるよ。ていうか仲間を疑う暇あったら足を動かしなさい。足を。わかってるってばさ。はい、そこまで。試験終了。よっしゃ、俺たちにかかれば楽勝だってばさ。やったな、お前たち。俺らにかかれば当然だってばさ。次はいよいよ第三次試験ね。五賭けが観覧される中で1対1の手合わせが行われるんですよね。その通り。つまりお前たちの一挙手一投足に任界中が注目するってわけだ。ついにここまで来たね、ボルト。ああ、とりあえず二次試験までご苦労だった。三次試験は日を改めて行われる。各自今日はゆっくりと休むように。はい。当日は里の外にある試験会場の前で集合だ。遅刻するなよ、特にボルト。わ、わってるよ。ただいま。おかえり。あなたが新しい時代の先頭に立つんです。科学忍具を使って次世代の忍びってやつをみんなに教えてあげるんですよ。二次試験通ったらしいな。うん。よくやったな。次も頑張れよ。じゃあな。それだけ言いにわざわざ。大事なことだろ、これって。なんだよ、本当にそれだけのために。クソ親父。じゃあ行ってくるってばさ。頑張ってね、お兄ちゃん。後で応援に行くからね。おう。いよいよだな。よし、